ヘルムート,バト・ートートバイトリング、ヘルムト・オット・ルート・ビヒ・バイトリング、ヘルムト・オット・ルート・ビヒ・バイトリング、1891年11月2日から1955年11月17日は、ドイツの軍人、公平大将、ベルリンの戦いにおける最後の、ベルリン防衛軍司令官を務めた。ドイツ帝国プロイセン王国の、現、ザクセンイコール、アンハルト州出身。 1911年に陸軍に入隊し、プレスラウの砲兵連隊に配属された後、ベルリンに転属となり、1912年8月10日に、中尉に昇進する。第一次世界大戦では、陸軍飛行船隊指揮官として、LZ97、LZ113 を引き、1917年に飛行船の運用がドイツ帝国海軍に移った後は、 砲兵部隊の指揮を取り、砲台指揮官として、敗戦を迎える。戦後は、バイマル共和国軍に残り、1922年6月1日に、第四砲兵連隊長に任命される。1932年6月1日に、少佐、1935年9月1日には、中佐に、昇進した。1938年11月に大佐に昇進し、 第56砲兵連隊長に任命される。1939年に同連隊を指揮してポーランドを進行作戦に参加した。1940年4月に第40総甲軍団砲兵部隊の指揮官となり、フランス進行戦、黄色作戦及びバルバロッサ作戦に従軍。1942年1月1日に第86不評手段長に任命され、2月1日に 少々に昇進する。翌年1943年1月1日には、中将となった。1943年7月4日から20日にかけて、クルスクの戦いに従軍し、10月15日に、司令官に任命され、1944年1月1日方兵大将に、昇進した。6月19日から7月1日にかけて、司令官職を一時離れ、が、 公認となった。第四十一装甲軍団は、バグラチオン作戦に、第九軍指揮下で参加したがボブルイスクの戦闘で敗北し、バイトリングが復帰した時には、第四十一装甲軍団は、壊滅状態となっていた。その後は、第四軍の元に再編成され、東プロイセン国境に配備された。年月日に、陸軍総司令部の指揮官予備部に移動となり、 4月13日にソ連軍は東プロイセンに進行した。4月12日にバイクセル軍集団指揮下の第56総甲軍団司令官に任命される。4月16日にゼーローコーチの戦いに参加した際、バイクセル軍集団はドイツ軍の中央部に配置されていたが、戦車の数がソ連軍に比べ圧倒的に不足していたため戦況は不利な状況で、四月十九日に 中央軍集団が敗走し、バイクセル軍集団司令官ゴッドハルトハインリツイは、部隊に撤退を命令した。ベルリン防衛の最終ラインであった、ゼーロコーチが突破されたことにより、ソ連軍は、ベルリンに進撃し、バイトリングは部隊を率いて、ベルリンの戦いに加わることになる。1945年4月22日、ベルリン東部の防衛を担当していたが、 指揮所が国国と交代することをもって、人知死手の命令に反するとして公明罪の汚名を着せられ、銃殺刑を宣告される。バイトリングは、相当地下号に出頭して、アドルフ・ヒトラーに直接現状を解くことで、銃殺刑を撤回させ、翌23日には、ベルリン防衛軍司令官に任命され、五個師団及び武装親衛隊の兵力四万五千人が指揮下に入った。 さらに、補充部隊として4万人が指揮下に入ったが、これは10代そこそこの少年から第一次大戦を経験したというだけで借り出されたおいで編成された国民突撃隊といったその場しのぎの戦力であり、数で圧倒的に勝るソ連軍に対し戦局は絶望的だった。バイトリングは、艦長外防衛司令官、ビルヘルム・モーンケの部隊2000人と共に、 ソ連軍に対処することになった。バイトリングは市街を A、H の八区画に分けて、第9高下両兵士団をフリードリヒ通リ、駅付近、第 11SS ギウ走行的団兵士団を、付近、第18走行的団兵士団を、付近、走行士団ミュンヘベルクを付近に、第20走行的団兵士団を、ポツダム方面というように、ベルリン市街の各所に配備したが、 これらの部隊のほとんどは実戦経験が皆無だった。4月26日に乗陸軍総司令部に作戦本部を設置し、参謀たちは昼夜を問わず作戦に追われることになった。同日、テンペルホーフ空港のソ連軍を攻撃し戦果を上げるが反撃を受けそれ以上の進撃は不可能となった。27日夜、総統地下壕に向かったバイトリングはヒトラーに戦況を 報告すると同時に、ベルリン脱出計画を進言するが、ヒトラーに脱出を拒否されている。翌27日、ソ連軍は、ベルリンを完全包囲し各所を占拠していた。この際、ヒトラー有限と指導者、アルトゥール・アクスマンに対して、ヒトラー有限との戦投入を中止するように、命令しているが、戦況の混乱のため命令が実施されず、多くのヒトラー有限とが戦死した。 29日にバイトリングは指揮官たちと会談し、ポツダム近郊の守備色を湖畔にあるまで進出していた第12軍と接触が可能か議論し、22時に脱出を開始するように指示した。4月30日午前、バイトリングはヒトラーと会談し、今夜中に弾薬を使い果たすことを伝えると同時に、生存者のベルリン脱出計画の立案を進言した。ヒトラーは、 即答を避けたが、午後1時に脱出計画に関する権限を与え、バイトリングは作戦本部に戻った。その後、再び総統地下号に戻ったバイトリングは、ハンス・クレープス、ヨーゼフ・ゲッペルス、マルティン・ボルマンからヒトラーが自殺したことを知らされ、ソ連軍との急戦交渉が終わるまで、公害しないように命令される。作戦本部に戻ったバイトリングは、参謀の2、 何が起きたかは言えないが、参謀たち全員を呼んでほしいと伝え、参謀長ら参謀を招集した。5月1日、ソ連軍との停戦交渉が失敗し、ヒトラーの後継首相ゲッペルスが自殺した。バイトリングは生存者にベルリンからの脱出を指示し、ソ連軍との交渉を担当することになった。5月2日午前6時30分、バイトリングはダフィングと共に、 ソ連第8新英軍司令官、ワシーリー・チュイコフに降伏を申し入れ、午前8時23分に、チュイコフと会談した。バイトリングは、チュイコフと、ワシーリー・ソコロフスキーの命令により、降伏文書に署名し、戦闘を続ける各部隊に対して、以下の放送を行うと同時に、文書のコピーを配布し、午後3時に戦闘は終了した。敗戦後、ソビエト連邦に抑留され、 GPU の尋問を受ける。1952年2月27日に、モスクワの軍事裁判所で、懲役25年の判決を受け、1955年11月17日、ウラジーミルの KGB の収容所にて死去。KGB の文書には、死因は、動脈硬化に伴う循環器疾患と記録されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。